乃木坂46の5期生は天然なメンバーが多く、ポンコツ発言をしてしまっていることがあります。まともそうに見えて実はポンコツと言われてしまっているメンバーや、ポンコツがゆえに小吉というあだ名がついてしまったメンバーもいます。さらにはポンコツ発言すぎて設楽さんから大物になるとまで言われたメンバーもいるのだから驚きです。今回は5期生の発したポンコツ発言を7つ紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。井上凪。井上さんはその天然な性格から時折ポンコツ発言をしてしまうことがあり、その一面がファンに愛され、ポンコツこそ井上凪の最大の魅力と言われています。実際新乃木坂スター誕生でもまともに見えているのに予測不能な一面を披露し注目を浴びました。井上さんは身近なものに名前をつける癖があるようで、ヘッドホンにはキノコ、イヤホンには花子と名前をつけていることを明かしました。このことに対して番組共演者も驚いていたのですが、井上さんは普通じゃないですかと共感を求めており、本人はごく普通のことだと思っているようです。このような行動から井上さんが物を大切にしていることが感じられます。さらに名前の由来はと聞かれると、知らないと回答し、さらに共演者を驚かせます。名前をつけることで愛着を持つ一方で、由来など全く気にしない井上さんの天然さと可愛らしさの表れと言えるでしょう。生配信中には自身のステッカーをうまく紹介できずあたふたする場面もありました。視聴者からのアドバイスに頼る姿勢や不器用な一面も井上さんの魅力の一部です。視聴者からちょっとバカですよねとのコメントが寄せられることもありますが、井上さんはバカは言い過ぎだと思う、無知なだけですと反論し自分を受け入れています。天然な一面やポンコツ発言が多いため、井上さんはファンから時折バカと言われることもあるかもしれませんが、それが彼女の魅力でもあると考えられます。ファンたちは彼女が変わらずに自分らしくいてくれることを望んでいます。また乃木坂工事中の真夏の全国ツアー in 北海道の企画で MC のバナナマンさんが一ノ瀬さんに話を振ったところ、井上さんが話を横取りしてしまう場面がありました。井上さんと一ノ瀬さんの名前が似ていることから混乱した可能性が考えられます。5期生の中でも活躍が目立ち、11副陣に選ばれたりセンターを務めたりする井上さんは、バラエティ番組やラジオで積極的に話す姿が多く見られ、ファンからの応援を受けています。クールな外見とは対照的にポンコツ発言や緊張からくるユニークな行動が見られ、そのギャップが彼女をさらに魅力的にしています。富里奈緒。富里さんは番組内での発言や行動がポンコツで、バナナマン設楽さんに大物になると太鼓判を押されました。それは乃木坂工事中にて先輩の柴田さんと訪れた29枚目シングルのヒット祈願企画ごま行でのことです。富里さんはごま行の前に礼拝で住職の方と一緒に唱える修行を行っていました。ご祈祷中の住職さんの言葉が聞き取れない設楽さんに、なんて言ってる?と聞かれたことに対し、富里さんは、わからないです。いや、漢字わからなくて読めなくて、とポンコツ発言したのです。住職の方も、一人でやってる気がするな、と声が聞こえてないことを指摘される中、わからないながらも一生懸命口を動かしていたようで、これには思わず、かわいい、というファンからのコメントを多く見かけました。何と書いてあるかわからなくても、やらなくてはという気持ちがとても伝わってきますし、映像を見てもご祈祷を真剣にしていて、ヒットしてほしい気持ちがあってこその行動が可愛いです。また、同番組の10周年ライブの振り返り中に、設楽さんが日産スタジアムはどうだったかを聞かれたのに対し、14万人って友達より多いとポンコツ発言をしました。14万人から友達を連想することはなかなかなく、それを言い切ってしまうところから、富里さんが天然さが見えてポンコツな発言だったと言えるでしょう。これにはバナナマンの2人も思ってもいなかった返答だったようで、大物になると富里さんに太鼓判を押します。富里さんは名前の奈緒が入るようにとても素直な性格で魅力あふれるメンバーと言えるでしょう。菅原さつき。菅原さんも乃木坂工事中の番組内でポンコツ発言がありました。開運
フラワーライン自転車走破のコーナーでは、立ち寄った神社での参拝時にお賽銭箱で頭を打ったりと、綺麗な顔立ちとは裏腹にお茶目な一面があります。同番組でフラワーライン 46km の道をリレーで自転車走破という企画では、ギアの使い方が分からず軽いギアのまま進むことで足が空回りしタイムロスしていました。とはいえ、ギアを上げずに漕ぎ続けられるなんて、バスケット部と陸上部に数ヶ月とはいえ所属していただけの脚力です。タイムロスをしていることに気づいてか、一生懸命に漕ぎ続ける姿はとても可愛いです。先輩の田村さんから番組のスタンバイの時にバナナマンから声をかけてもらっていることに対して、ご帰省いいなぁという発言があったのですが、菅原さんは声が聞こえないですとタイミングよく聞こえなくなったことで、スタジオは笑いに包まれていました。 MC のフォローもあり、菅原さんも必死に謝る姿が映し出されていました。菅原さんは一生懸命自転車を漕いでいたので、本当に聞こえていなかったことでの発言だったのでしょうか、質問が少し意地悪だっただけにバスッと話を切ってしまった形になってしまいました。話は終わってしまいましたが、先輩に対して適当に返事をするのではなく、きちんと聞こえないことを伝えられるのは偉いです。菅原さんの人の良さが出た一面でもあります。その後、ヒット祈願に訪れたお寺でおみくじを引いたのですが、田村さんは大吉なのに対し、菅原さんは2回連続で小吉を引いてしまい、設楽さんに小吉というあだ名をつけられてしまいました。やめてくださいと言いながらも、あだ名がついたことに嬉しそうにする菅原さんが可愛いです。このロケを見ていても、菅原さんはドジが多くポンコツ感満載なのですが、そこが魅力だと言えます。インスタグラムなどを見ていても、ファンが載せている写真に小吉とハッシュタグがついていることが多く、あだ名が定着していると言えます。少し抜けているからこその発言や行動が可愛さ全開で、菅原さんらしさを感じていいですね。伊沖真央。伊沖さんはポンコツな発言をしてしまったことがありました。乃木坂5期生のお見立て会ではトップバッターで登場した伊沖さんですが、緊張からか今にも泣き出してしまいそうな姿が印象的で、純粋さが伝わります。クエスチョン46の長所と短所は？の質問に対して、長所はポジティブ、短所はネガティブと答えており、これにはファンからも天然なのか？と声が上がっていました。5秒以内に答えなくてはならないため、あまり考えられず短所がネガティブになったのだと思いますが、一体どっちなんだ？と思わず突っ込みたくなるポンコツ発言ですね。真面目な顔で答える伊沖さんがとっても可愛いです。そんな伊沖さんはアンビリバボーに出演した際に、 UFO を信じないという発言をした後、バナナマンの設楽さんから、 UFO はいるんだよと言われ、そうなんですか？とすぐに信じてしまう場面がありました。伊沖さんなりの考えを持っていたはずなのに、設楽さんのそれらしい言葉を聞いて、いるんだとすぐに信じてしまう姿は危なっかしくも感じますが、純粋さも伝わってきて可愛いです。新乃木坂スター誕生では、兵庫県出身の伊沖さんが上京してお母さんと一緒にハチ公を見に行った時の話をしていたのですが、ちっちゃくないですか？子犬でしたと発言していました。上京や旅行ではハチ公の銅像はつきものだと思いますが、それを見て最初に思うことが子犬だという感想なのは面白いです。伊沖さんの純粋かつ天然な感性はファンや MC をも魅了していると言えます。伊沖さんの純粋さからくる発言は、どれも思わずうんうんとうなずきたくなるような可愛さがありますね。一ノ瀬美久。メンバー愛の強い一ノ瀬さんもポンコツ発言で周囲を驚かせる一面があります。一ノ瀬さんはメンバー愛が強すぎるがゆえに、先輩の遠藤さんに対して、お尻を触ってもいいですか？というとんでも発言をしたこともあるそうです。なんとそれはライブ中だったようで、一ノ瀬さん本人も、私って気持ち悪いんですよという場面がありました。さらに5期生のお尻はコンプリートしてしまったようで、先輩に手を出し始めたと言われた一ノ瀬さんはバナナマンさんに対して、正直触りたいですよねと聞くなど驚きの発言もしています。国民的アイドルとは思えない発言なのですが、一ノ瀬さんの乃木坂愛あってのことなのが伝わってきます。いつもニコニコしていて愛されキャラでもある一ノ瀬さんだからこそ許されていることであると言えます。あざとさが天然なのか計算なのか分かりませんが、先輩にも容赦なく言ってしまう感じや
思わずドキッとしてしまう発言が多く、一ノ瀬さんの魅力の一つとなっています。さらに超乃木坂スター誕生にて MC のオズワルド伊藤さんから、一ノ瀬はできなさそうだけど早口言葉は得意？と聞かれ、得意ですと答え、発出順に林瑠奈という言葉を言うことになりました。しょっぱな失敗してしまうのですが、これにはファンからも期待を裏切らないと言われてしまいました。得意ですと答えた一ノ瀬さんの表情を見てもとても得意そうには見えないのですが、やる気は伝わってきて、そこが一ノ瀬さんの素晴らしさとも言えます。また同番組で福岡出身である一ノ瀬さんに伊藤さんが、福岡に可愛い子が多く九州中の可愛い子が集まっているのではという話を振るのですが、私がめっちゃいっぱいいますと答えるなど、あざとさ全開です。自分の可愛さを分かっているからこその発言なのでしょうが、一ノ瀬さんが言うと嫌味に聞こえず、あざと可愛いに変えてしまうのですごいです。その姿には秋元真夏さんを感じる人も多いようで、ポスト秋元とも言われています。朝の番組ザタイムで月曜レギュラーを務めるなど、着々とキャリアを重ねる一ノ瀬さんは、5期生の中でもバラエティ力が高いと言えます。岡本ひな。岡本さんもポンコツ発言をしていました。乃木坂工事中の5期生スポーツ王決定戦という企画の中で、回転椅子ぐるぐる 10m 走をした際に2秒96という数字を叩き出しました。目が回らなかったという岡本さんは、2秒ってすごいですよね、世界記録ですかねと発言していましたが、バナナマンの設楽さんに、2位なのよすでにと言われ、スタジオ内を笑いに包みました。2秒という記録や目が回らなかったことは確かにすごいのですが、世界記録に結びつけるところが天然で可愛いですね。また超乃木坂スター誕生では、常識クイズで無駄な話をして怠けることを何というかという問題に対して、喧嘩を売ると答えたり、 CD の略をクリスチャン・ディオールと答えるなど、5期生の中ではおバカキャラだと言われるのも納得です。常識クイズというだけあって、あまり難しい問題ではないのですが、岡本さんは一生懸命考えた上での答えなのが面白くて可愛いです。ファンからも天然でポンコツと言われているのですが、そこが岡本さんの魅力であり、押せるポイントでもあるようです。同番組内で、四国地方の県は？という問題に対して、沖縄、鹿児島、大阪、京都と答えていました。これには MC のオズワルドさんも、ひどいな、と言っていましたね。高校生までクラシックバレエに打ち込んでいて、乃木坂のオーディションを受けるまで、高校卒業後は、ロシアのバレエ団に入学する予定だったという岡本さんは、バレエに打ち込むあまり勉強はそこまでしてこなかったのかもしれません。それでも頑張って答えようとする姿は、とても可愛いです。乃木坂工事中の人気企画、頭脳王を取るのでは？とファンの間では待ち遠しいという声も上がっている岡本さんは、おバカキャラがゆえの発言が多いようです。体調不良で活動休止をしていましたが、10月に活動再開も発表され、これからテレビでの活躍が期待されますね。奥田いろは。奥田さんもポンコツ発言をしてしまっていたようです。超乃木坂スター誕生の中で、いろはらというハラスメントが起きていると垂れ込みがありましたね。ブログが書き終わらず泣き真似をしている中西さんに対して、そんな犬みたいな情けない声出してあんた二十歳でしょと言ったり、コントで制服を着た井上さんに対して、卒業したからコスプレになっちゃうねと言ってしまうなど、年上いじりを頻繁にしているようです。奥田さんにとっては愛のあるツッコミのようなのですが、年上のメンバーに対してもズバッと言ってしまうところがすごいです。中西さんに対しては、電車で空いた席に奥田さんが座るよう促すと、アルさんの方が年いってるんだから座りなよというなど、自分より年上のメンバーに対しても容赦ないようです。普段は斉藤飛鳥さんにも、お育ちがいいのか、とにかく礼儀正しいと言われている奥田さんなのですが、こういった発言をしてしまうのは、5期生には心を許しているからとも言えます。また定点カメラではスペシャルゲストの略であるスペゲスをスパゲスと言ってしまう様子も見られており、天然な一面もあるようです。ファンからも素直で天然と言われている奥田さんは、このようにポンコツ発言も多く見られ、ファンからもメンバーからも愛されているのが伝わってきます。奥田さんは現在18歳で、これから3、4期生の先輩とどうやって絡むのか、その姿がとても楽しみですね。今回は乃木坂5期生のポンコツ発言について紹介しました。
まだまだ初々しさもあるご期生ですが、美人ながらも個性豊かなメンバーが揃っていて、それぞれのキャラらしい発言が多く見られましたね。乃木坂工事中や YouTube、生配信などを通して、これから先輩たちとの絡みも増えていくでしょうから、ますます楽しみですね。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。